ご視聴誠にありがとうございます。はい、今回はですね、約1ヶ月ぶりに、提供直前に手打ち手延べされる超個性派麺を提供してくれる、味の新宮おずる店に行きました。それで味噌がまだ未食でありましたので、今回は味噌を頼みました。それでは味噌チャーシュー麺であります。具の配置が非常に好みであります。中央に輪切りの白ネギ、おそらく豚肩ロース肉チャーシューと思われるチャーシューが5枚、その下に、ボイルされた、もやし、人参、キャベツが潜んでおります。それで早速いただきますと、いやいやこれは正統派な味噌ラーメンの飲み口であります。魚介乾物系は全く感じず、つまり、牛、煮干し、昆布などは、感じず、豚、鶏、香味野菜で作られたベースのスープに、オーソドックスな味噌だれが組み合わさった、中華料理屋さんで提供される味噌ラーメンの味噌スープを、より透明にしたかのごとくの、ライトな飲み口の味噌スープであります。油の感じもですね、控えめで、パーコを乗ることを想定して控えめにしているのかと思うんですが、鉄板で、炒められた野菜の感じもありません。かゆえに逆にですね、味噌だれに、ブレンドされていると思われますニンニク、玉ねぎなどの風味がですね、漂ってきます。はい、それでは麺をすすり上げてみたいと思います。来ました来ました、味の新宮独特の手打ち手延べ麺。一品一品、提供前に手打ち手延べされる、手間のかかった作りの麺であります。提供前に1本が2本、2本が4本、繰り返すこと数回、64本が128本になるまで、手延べ、される提供前に手延べされる特徴的な麺であります。手打ち手延べでありますので、長さが不規則、さらに、麺幅も不規則であります。で、すすりますと生々しい、ダムダム感と、喉越し超抜群の提供前手打ち手延べされた新鮮な感覚を極めて味わうことができる独特の、非常に独特の麺であります。他では食べられない感じです。それでは輪切りの 白ネギであったり、もやしなどを麺に絡めてすすってみたいと思います。ネギの風味がぴったりでありますね。それで、もやしは結構柔らかめです。やはり麺のですね、パワーがすごいので、食感の変化を楽しむというよりは、やはりネギを絡めてこう風味の変化を楽しむ感じでございます。やはり味噌スープはライトな感じですね。濃すぎず薄すぎず、絶妙であります。はい、それでは豚肩ロース肉と思われるチャーシューであります。パーコーが豚のあばら肉を使っているようでありますので、もしかしたら肩ロースじゃないかもしれません。これは柔らかいですね。で、結構薄めでありますし、柔らかさをやはり感じやすく、脂身もあまり感じないんですね。ですが非常に柔らかくですね、要するに脂身のバランスと脂身の感じと、この薄さが効いているのが柔らかさにつながっているのかと思います。で、若干感じる香ばしさが、非常にいいですね。何枚も何枚も何枚もいけてしまいそうなチャーシューであります。はい、それではちょっとパンチが欲しくなりましたので、卓上にありました、揚げニンニクを投入してみたいと思います。
揚げニンニク、フライドガーリック非常に合いますね。しょっぱく、当然しょっぱくなるわけではなくて、ニンニクの揚げた風味がですね、味噌スープとベストマッチングでございます。ニンニクのコクが若干増すところがいいですね。一気に表情を変えすぎないところがいいです。はい、味の新宮オズル店の味噌チャーシュー麺、パーコーが乗ることを、まあ、人気のパーコー麺ですね、パーコーが乗ることを想定した、ライトな、鶏豚、香味野菜、味噌だれのシンプルな、味噌スープ、油が控えめで、この炒め野菜の香ばしい感じもなく、非常にシンプルな味噌スープです。でもしっかり、しっかりですね、コクがあります。そして何より、提供前に、オーダーごとに、手延べされる、手打ち手延べ麺、1本が2本、2本が4本、繰り返すこと数回、64本が128本になるまで、手延べされる、極めて超個性的な麺、この生々しい、ダムダム食感と喉越し抜群の、超弾力麺がやはり非常に個性的です。チャーシュー麺もですね、チャーシューが美味しくて、いいのですが、やはりパーコー麺が個人的にはやはりおすすめでありますね。もしくはチャーシューとパーコーが乗ります、盛り合わせ麺ですね。これはもう超個性派手打ち手延べ麺に、スープに、コクを与えるパーコープラス、この柔らかさを存分に味わえるチャーシュー、これらが組み合わさるパラダイスを味わえるかと思います。次回は盛り合わせ麺、もしくは夏になりますとですね、冷やしパーコー麺っていうのも出てきますから、この冷やしパーコー麺になりますとですね、冷水できっちり締めた麺に変わるわけで、ダムダム感がさらに半端じゃなく、ダイレクトにピュアに味わうことができるので、やはり冷やしパーコー麺も食べたいですね。麺とスープの一体感というよりは、生々しいダムダム食感と喉越し抜群の超弾力麺を味わう一杯であります。個性的でですね、魅力的であります。美味しくいただきました。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。